お待たせしました。松井チャンネル。さあ、今回、ミレネ、英検準級受けたということで、そちら、どうだったのか、見ていきたいと思います。はい。自己採点ですね。まあ、てんちゃんとは違って、ちゃんと自己採点できることを祈っておりますが、はい。一応よかったね。河合塾生なんで、ちょうど、記述模試が違う日になるので、はい。英検ちゃんと受けられましたので。狙う CSE スコアが2400点台です。うん、なるほどね。じゃあ、どうだったのか、見ていきましょうか。まず、語彙か、はい。単語。どうでしたか、語彙は。語彙は18分の14で、一つ取れる問題を落としちゃったかなって。ああ、どれ？5番のディシプリンの。そうですね、ディシプリナリーっていうのが、ディシプリンの形容詞形だって分かれば、はい、大して難しくない。それを、多分単純なミスで、B から始まる同じ単語丸つけちゃってるんで。同じ単語じゃないけどね、まあ、いや、分かってたんですけど、4番丸つけちゃってなっちゃって。ターモイを知らなかったか。総形だったらターモイは知ってればいいですよ。はい。はい、インターモイとか出ますんで。まあ、熟語はね、そうそう、18、エンダオジン選んだ人が多かった。ウィングオーバーもでもまあ使うからね。統計で必要かと言われたら微妙だけど、はい、はい。あとはビザーか、ビザー知らなかったか。はい。ストレンジの意味ですからね。T シャツでジョジョの着てるからね。ジョジョズビザーアドベンチャーって俺書いてますからいつも。はい。で文章中の国語自由問題。四角2番の19、20、21は全部取れて、20、23、24だと23だけ落としました。ああ、1問落としてます。これ文法的になんか結構なんか怖かったんで避けちゃったっていうのが。ダメだよ、文法でやっちゃいけないですから。はい、1問落としたということで。で、はい、読解が。読解が25、26、27が全部取れて、で、最後が29まで解いて、あと33丸つけたんですけど、どっちも。30と31。あ、解いてない。解いてないわ、もったいない。でも、丸はつけた。3番に丸つけたんですけど、どっちもってな。ということで、まあ、読解終わんなかったってことですね。はい。ということで、単語4つと、文章中の苦情補助が1ミスで、最後の長文が2ミスとですね。はい、わかりました。手応えとしてはどうだったの？リーディングは結構、もうちょっと練習重ねていけば、もう本当に満点も狙えるかな、みたいな感じかなっていう。そして、ようやくですよ。で、ようやくからやったってこと？ようやくからやりました。ようやくがどうでした？やってみて。まあ、難かったっちゃ難かったです。練習でやった時よりも、あんま手応えがなかったっていうか、あんまうまくまとめられたかな、どうかな。まあ、特に読みづらかったというか、いわゆる利点2つ、ポーンとやって、良くない点2つ、ポーンっていう形じゃなかったですからね。はい、段落の中にハウエバー入ってきたんで、読みづらかったんじゃないかなと思いますね。Some people want the US government ですね。The US government、まあ一応は U10。S10 にした方が一応はいいですけど、まあ、やらない人多いけど、はい、The US government to provide companies with money、これは多分そのまま引っ張ってきちゃったんですけど、うん、まあオファーとか使えたかなみたいな。いや、トピック違うじゃん。だってトピックは宇宙開発の話で。そうですよ、宇宙開発どこにも書いてないじゃん。宇宙開発はここで使いました、初めて。ダメだよ、第一文だよ、トピックだから第一文に出さなきゃ。 This is because not only もう government that's care あ、エージェンシーですか。アージェンシーって書いてんだけど、これ。ああ、いや、多分うん、いや、そのまま書かれてるんで、これが間違ってる。Agencies, but also the companies can explore space. And it might be an advantage for our life in some aspects. そのアスペクトの内容何も書いてないのか。そうです。なんかどう入れるのかって考えたときに、やっぱどうしても字数が多くなっちゃって、これでも66話ずなんですけど、使うんです。However, some critics said, ここなんで過去形にしたの、わざわざ言って。なんて書いてあった。It is not obvious that whether private companies will lead to some issues or not. え？めちゃめちゃだぞ、これもう構文。え？なんでザット説の中にウェザー説があるの？まあ、ウェザーって名詞説作る。ザット説の中にウェザー説がある。だから名詞がザット、イットって書いてあるのと同じじゃん。ザット説の中にないじゃん。だってアンドでもうまた繋いじゃってるじゃん。だからこれウェザーの塊で一個の名詞だよ。はい、だってザットがあるのにウェザーが中にある。あ、 SV がないですよ。そうですね。And it might be dangerous if they do something wrong. きついな。で、これを読んだ人が何の話をしてるのか全くわからないから、書いてある内容がほぼない。だから Space Exploration っていうのがあって、で、はい、それのいい点があるんだったらどういいのか書かなきゃいけないし、はい、悪いんだったらどう悪いのか書かないといけないんで、まあ、これはきついな。やっぱようやくって難しいんだな。結構30分くらいかかっちゃっても見直しようかなみたいな感じで考えたんですけど、もうこれでいくしかないなみたいな。なるほどね。まあ、前回よりマシだと思います、うん、文法はウェザーのとこはでかいね。ただ文法よりも内容だな。どう考えても多分ポイントがないから内容点がガンと低く出るだろうな。3点グローンとかね、なんだよってなっちゃう。
続いてがエッセイですね。給料が一番大事かどうかってやつですよね。仕事を見つけるときに、まあ家で書く人が圧倒的に多いと思いますね。はい、選んだ2つのやつは何と何？クオリティオブライフとソーシャルレスポンシビリティに触れたんですけど。なるほど。結局なんかワークプレイスエンバイロメントにもちょっとついて触れたかなみたいな。まあそのワークプレイスエンバイロメントとね、クオリティオブライフが重なっちゃいがちですからね。これますね。ハイサラリーシュルンビーモーストインポータントティングザがついてね。ああこれもうザがついてね。When searching for a job, I have two reasons to explain my opinion. First, just because you get a high salary, it doesn't まあカンバ打ってほしいけどな、人の前に別に。はい、It doesn't mean that you can improve quality of your life. だもしこれを形でやるんだったら The quality of your life ですね。てかまあ Your quality of life っていうのが大事ですけどね。 QOL って言うでしょ、知らない？ QOL それ Quality of life ってもセットフレーズで QOL ぐらいだから。 If you don't think other things such as relationships in the workplace、What? You will be regret やっちゃったよ、ほら、はい、B 動詞とさ動詞これ散々言ってやるって言ったでしょ、だからね、視聴者がこんな間違いするやついねえよとかってやるんだよ、はい、B 動詞たす動詞めっちゃやるよ。 You will regret to make your decision。 どういうこと？まあお金だけで選んだらこういうとこを重視しなかったら後悔するよみたいなこと言ってます。後悔は regret ing だけどね。残念ながらするってどっちでもいけるかな。残念ながら抽象的なんだよねやっぱり。いやそれはめっちゃ分かんないもん、何が言いたいのか。やっぱり触りの方でやらかしちゃって感を、うん、でも急いで書いて、で今回字数も結構少なくて、少ないね。もうちょっと具体例とか入れられたかなみたいな感じはしたんですけど、ね、まあ、だから something とか other things とかって書く人は抽象的に書きすぎて何言ってるか分かんない。さっきの要約のところにも something とか書いたけど、はい、something とかないもん普通英作文で書くときに。英作文の授業で something は使うなっていつも言ってたから。あ、そうなんです、うん、something って言うんだったらそれ何だか分かんないから、そもそもなんかごまかすときにみんな書いてくるから。そうですね、おかしいみたいな感じ言われたんですけど、結構気に入っちゃったっていうから気に入るなそれはねよく言ってた。東大英語やってる時、そもそも something って書くんだったら何なのか書いて。 second もう2つ目か。 second if you get high salary、 さっき salary に関しさっきまでついてたのになくなっちゃったよ。 more and more social responsibility will make you upset まあよく言うなんか more and more も使うなっていう、カジュアル、カジュアル、うん、will make you upset。 なんで？Because you have to work harder and harder. That's it. だこの後じゃあチャット GPT で入れてみ、多分消される。あのハードアンドハードとかモアンドモアのところは多分変えられると思います。あのインクリーシングリーなんとかになった時とかよくあると思う。多分やっとっちゃったんですけど多分変えられてました、はい、そういう風に。で気分が良くなくなるよ、レスポンシビリティーズがいっぱいあるからってこと。なんか働く量も増えるからみたいな、うん、いえそれゆえになんか健康に害があるかあるかもねみたいな。だってだからさ、モアンドモアとかハードハードってやるんだったら変化を表す表現が、ね、変で、ザプラス比較級とかで書くんだったらわかるけどね。 Therefore, it is not good for your health。 もう5点が低いやつですね、これ。Good とか使っちゃダメだから。あのもちろん浮かばなかったらいいですよ。いいけど、はい、Beneficial とかいろんな表現あるんですよ。そうですね。はい、そういうので順一だからね、さすがにこれは下すぎる。 For these reasons, I think the most important thing is not a high salary. If you're unhealthy, you won't get any job. うん、強すぎだね。 Unhealthy だったらどんな仕事もゲットできない。私 Unhealthy ですけど、いくらでも仕事いやそっちの Unhealthy、まあ、ちょっとイメージと違ったっていうか、なんか大きな病気とかしちゃったらやっぱそういう風に書くんだったらいいけど、ただ不健康なだけじゃん。不健康なだけ、いくらでも仕事ある。 So the most important、 まだそう使っちゃうんだ、カジュアルな表現ですね。 Most important thing、 まあ thus でもいいけど、でも文がしょぼすぎて thus だけ硬い表現で、あとがカジュアルすぎるね。はい、most important thing must be working environment。 Working environment が一番大事なのってどこにも書いてなかったじゃん。こういうのをやっちゃうと大減点される。リレーションシップとかと絡めてパッて入れらっかなみたいな感じで書いちゃう。ダメです、おそらくここはがっつり引かれる。 Working environment 選んでないのに書いてるってなる。あ、内容点でガンと引かれる可能性はあります。ただまあエッセイは緩いんで採点基準がだいぶ緩い。あ、これもねいつも言っておくんですけど、ネイティブに添削してもらえればなんとかなると勘違いしてる人。ならないです
はっきり言います。ネイティブスピーカーに添削してもらっても自分が書けるようにならないって何の意味もないんで、多くの人が添削してもらって満足しすぎなんです。それで、あ、直ったで終わっちゃってる。自分がどう直さなきゃいけないのかっていうのを知らないといけません。だからちゃんとしたアドバイスをもらって、それができるようになっていかないといけません。はい。いや、一応なんか自分でなんか答えが分からなくなった時に、うん、他のフェローもいるんで、うん、聞きに行ったりとかしちゃうんですけど、やっぱなんかなかなか分かんないっていうか、フローとかの話とかすると、まあディスコースマーカー使った方がいいんじゃないとか、いろいろもらえるんですけど、やっぱ分かんなくなる。自分でできるようになればね、聞いて分かるっていうか、自分でちゃんとやってって直してかなきゃいけないのと、あとは読んで分かんないといけないんだよね。読んでる時にね、だからほらよくね、小論文とかで文章が上手い人って昔から本読んでる人ってよく言われるけど、そうなんですよ。英語にたくさん触れてる人っていうのはなんとなくでも分かるんですよね。こういう風にやっていけばいいんだみたいなの。どうしてもやっぱ日本語の作文って感じがする。日本語の作文ってやっぱりなんかぼかして抽象的なこと言って、そうですね、そういうの調べると空気読む文化だからとかいろいろ出てくるんですけど、かっこよくなんか書く作文って多いじゃないですか。そういうの小学生の作文とか見ててもすごい思う。あれめちゃくちゃ良くない？じゃあリスニング最難関、リスニングはどうでしたか？リスニングはパート1の1から8までが8分の5で、はい、チップス、はい、で9から12までが4問中3問だったんで、まとめて12分の8でした、はい、わざわざ分けなくていいけどパートは。そうですね、はい、12分の8ですね、はい、でパート2が、はい、まあ、最難と言われるパート2が12分の7、はい、あ、まあ耐えたって感じかな。回答速報で19番が丸だったんですけど、うんうんうん、今日公式回答みたいな間違ったから一問減っちゃいましたそう、回答速報もね、当たってると限らないですからね、はい、でパート3が1問しか当ってないじゃんマジか。いや、なんかやっぱ聞かれ方が今回難かったり、友達とかと一応なんか一緒に受けてる子いるんですけど、その子もまあ5分の2とかだったんで、今回結構パート3が難しかったんじゃないかなと自分的には思って。なるほど、リアルライフのレベルを上げてきたっていう感じですね、はい、ぜひ受けた方コメントいただければと思います。まあ俺も解いてどうだったのかはチェックすると思いますから、今、はい、英検の新しい本書いてるんで、はい、チェックすると思いますんで、はい、なるほど、次は記述模試頑張ってください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。